はい、どうも、ゆうちゃです。さあ、どうせなら三部作にしようと思って、もう飽きてる方もいると思いますが、ハンデ戦またやります。1万円2万円でも正直完勝しましたので、さあ最終戦は3万あげます。まあ勝てないと思います。正直勝てないと思います。勝てないと思いますが、まあ楽しんでいきましょう。ちょっとね、まあシャアにいいとこを見せてほしいじゃないですか。というか、自分でも楽しくなっちゃって、このゲームやっぱ楽しいですね。楽しくなっちゃってすげえやりたいんですよね。他にもやりたいゲームいろいろあるんですけど、なんかね、今一番楽しいですこれ。3万ですよ。もう上げすぎやと思うんですよね。多分ね、武者ガンダム買えると思うんですよね。3万あれば。もう、惜しみなくお金使ってきますね。まだ1万円余ってるよ。だいたい2万円の時と同じ使い方ですけど、おぉ。まだ2000円余ってる。もう、すごいな。あのアルファアジールは、もう、強敵中の強敵でしたからね。相当強かった。まあ、本当に苦戦しました。あいつにだけはね、前回の動画で、まあ、前回の動画を見てください。ただ、やつを落とせば、もう、敵はいなかったですからね。まあ、結局、そういう作り方をしてしまいよるんですよね、シャアは。なんていうか、一騎当選的な。まあ、気持ちはわかります。僕も、ニューガンダム作りたい派なんで、気持ちはわかるけどね。これもね、僕が3万持ってたらっていう話をすれば、もっと量産しますけどね。作りやすい機体を、それこそ、100式クラスの作りやすい機体を最初は量産しますけどね。まあ、そこら辺が、コンピューターの好きです。逆に言うと3万円も上げて、勝つにはそれしかないっていうことですね。その隙を突くしかないということです。いやでもね、本当に面白いですこのゲーム。なんかまあ麻雀とまでは言わないですけど、やっぱバトルに結構ランダム性があるので、それでこう結果が変わるんですよね。で、ものすごいその影響がもちろんあるので、そこには。一戦で、こう、戦局がこう一気に傾くような、そういうことが結構平気で起こるんですよね。本当に。多分1時間ぐらいの動画になりますよ。本編は今まあほぼ3万円使い切りよったんで、20分ぐらいまでは飛ばしていただいてもいいかも。20分は言い過ぎか。15分ぐらいまでは多分飛ばしていただいてもいいかもしれないです。スキップしていただいて、
そのあたりになれば戦闘は激化してると思われますので、さすがにちょっと上手くなってきてるんですよね。やっぱり戦闘しかり、戦略しかりで。だから本当に久しぶりにやって、まあ、ハンデ上げて勝ちましたけど、それを最初に初めて2万上げて勝ったかっていう、勝てたかっていうと、多分ちょっとそれは微妙なとこなんですよ。正直なところ、その練習が効きました、だいぶ。まあ簡単な話、ザク同士とか、まあ大体同じレベルの機体同士ではほぼ負けなくなったんで、戦闘で。まあもちろん肉弾戦可能な機体ってことですけどね。肉弾戦ができる機体っていうのが、向こうの好きなんですけどね。前回の動画でもちょっとちらっと触れましたけど、実は、遠距離のモビルスーツが、強い。まあ単純に遠距離のモビルスーツの操作がシャアがその操作がうまい。こっちがなかなか付け入れない状態になります。ザクレロもそうですし、アルファアジールもそうなんですよね。強いんですよね。強いというか、ずるいというか、ま、どういうイメージかというと、ビームライフルを撃ってくる回転の速さなんですけど、最速なんですよね、回転が。こっちが連打してても間に合わないぐらい最速で、連続で撃ってくるので、それで暗いモーションが入っちゃって、こっちが何もできないっていう、状態になりますね。よくそういう状態にさせられますね。何度もそれで、辛酸を舐めております。淡々と行かせてください。正直なところ、この辺まではほとんど一緒ですからね。ほとんどというかもう完璧に一緒、やってることは。まあ、とりあえず僕の戦略はいつもと変わらず、ザクの大群で数の暴力でまずは最初の収入を取りに行くと。まあ、
もうほんとこれが肝なんですよ。これができないと、あの、絶対に太刀打ちできないですから。例えば、序盤からお金を貯めて、中途半端のモビルスーツを買ったとしても、アルファアジール2体は 100% 無理です。もうしのげないです。というか、あこにおる、あいつ何でしたっけ、ドラッセン、ドリッセン、わかんないですけど、あいつにすらも無理。この軍隊が抑えきれないですね。なのでやっぱり開示じゃないですけど、まずは金、主戦土のように金、開示じゃないか、赤木か、主戦土のように金をまずは取りに行く、こういう感じでね。それさえあればね、後でなんとかなるんですよね。あとどんなに動かせても、動かせる、なんていうんですか、動かせるモビルスーツの数は決まってますんで、これも何回も触れてますけど、なのでそんなに一気にこちらの収入が一気に減らされるっていうことはないんです。まあもちろんじわじわとは減らされますよ。じわじわとは削られるんですけど、一気にゼロになるなんてことはないですからね。それを利用するわけです。さあ何作ろうかな。2000あるんで、正直マーク2作りたい。いいでしょう、まあ、このマーク2は無駄死にさせたくないですね、気持ちとしては。イメージではやっぱり2体ぐらいは潰して死にたい。だからアルファアジールに当たる前にですよ。当たる前に、例えばこのザクレロとその上のガンダムぐらいは落とせないようでは厳しいと。アルファアジールのラッキーなところが移動力が低いんですよね。侵入に時間がかかってますんで、それがちょっとだけスケール好きになるかなと思います。ただ相当厳しいですよ。1体でもやっぱりまあまあ厳しかったですからね。相当な人数で囲んで結構劇的に勝ったんですよね、前回の動画。もうほんと危なかったんです。もう無理、あー無理やった、負けたっていう感じで、もう諦めかけたその時みたいな。 EK キングの歌みたいな感じになったんですけど、誰がわかんねんって感じですけど、すいません。ここら辺の占領政策は非常にうまくいってます。こんなやつに喧嘩は売らないですから。さあ僕としてはインカムが3000ぐらいをキープしてる間に、なるべく向こうの雑魚モビルスーツを削りたいです。要するにそれは何でかというと、インカムを継続するためですね。インカムを継続するためには、そういう頭数で抑える必要があるんです。まず序盤は。こいつ強そう。なんかあの回してくるのがすげえ強いんですよね。近距離ではやっぱりあのサーベルが当たるか当たらないかが非常にポイントになるんで、あの戦闘がちょっと苦手な人は今の機体めっちゃいいんですよ。
うわ、結構強気にいきますね、今回は。1万円ぐらい上げた時ってあんま来なかったんですよ、ここ。負けたくなかったんでしょうけど。結構積極的に来ますね、余裕がある。多分下もザクレロ攻めてくるんじゃないかな。高額期待はね、やっぱりこっちが攻めるリスクが相当高くなっちゃうんですよ。2000円ぐらいまでの期待だと、例えばまあ当然ザクは勝てないですよ。ザクでは勝てないですけど、ザクじゃあ5体いったら勝てるかもしれないんですよね。勝てる確率が一気に高まるんですけど、そうはいかないですね、やっぱり。そこを、例えば、3000円クラスのやつで5体ぐらい並べてないと安心できないっていうか、それが高額期待ですよね。本当にそのリスクが大きい。だから、一番最悪なパターンが、高額期待同士のガチンコの殴り合いなんですよ。それやっちゃうと、まあ、本当に大きな傷を負うことになるんです。負けた側がね、敗北サイドの傷が、もう、血が止まらなくなってしまうんで、それだけはちょっと気をつけないとダメで。まあ、やり合うつもりもないですけどね。実際に、まあ僕、ニューガンダムおそらく一つは作ると思いますけど、ニューガンダムとはいえ、アルファアジールは格上になりますし、おそらくまともに戦えば、死ぬ。もしくは、ギリギリで耐えても、他のターン、次のターンで攻められて死ぬ。うわ！うわぁ！ついに、あいつの戦略を、功を奏したな。完璧にやられちゃいましたね。仕留められちゃいましたね。戦闘なしで。まあ、いいでしょう。今まで楽な戦いしてきてますんで、ちょっとぐらいシャアに花を持たせましょう。まあ正直でもね、2万円の時は結構苦しみましたよ。中盤かなり押されましたし、モビルスーツの数がもう一気に減らされて、まあ、かなり苦しい思いはしました。なので、まあ、その辺の反省もあるので、また違った戦略をちょっと取っていきたいと思ってます。まあ、ザクでもやれます。これが成長です。これが成長の証です。本当ここ行きたいですけど。アジールを食い止めるためにザクを配置して、結局マーク2、2体でどうにかなるようなレベルの敵じゃないですからね。アジールさんは絶対に無理ですから、絶対に無理なので、まあそこら辺ある程度割り切っていかないとダメです。とにかく頭数を減らしておくことです。僕ができるのはまずは頭数を減らしておくこと。ちょっと泥仕合になりますけど、
ミサイルがね、なかなか当たんないですよね。力、よし。あれは体力回復。相当有利になりましたね、これで。ちょっと時間内には仕留めたいですけど。決まったか。決まったか。まあ正直ザクレロなんてほとんど期待してませんから。4700か。前回はここでキュベレ作ったんです、これね。でも、ま、どうやろ。まあまあ、その時は成功でしたけど、今となってはちょっと、あれかな。あんまり使いこなせたとは言えなかったんですよね、正直。キュベレ2ターンかかりますし。ただ、アルファジール、前回は上の1匹だけでしたからね。これ下にもおる、この辛さ。うわっ、できやがった。ちゃ、動けない動けない。卑怯もんやな、こいつ。うわー、物量で。あのね、今のマシンガンなんですけど、マシンガンがすごい強いんですよ。強いというか、速い。行動の、なんて言うんですか、あれ。行動、スピードが速いというか、だからね、遅い機体はまず持って、今みたいな感じで、手さえ出せなくなります。本当に。ま、あの勝ち方、本当に、弱いモビルスーツに対してはもう理想的な勝ち方で、ああいうふうに詰め込むんですよね。もう何もさせない。それこそが作戦勝ちなんですけど、まあ、ここら辺落としますよ。ザクレロか。嫌いなんですけどね。おそらくマーク2どっちかで行くじゃないですか。じゃあこいつが多分来ます。で、こいつで撃たれて瀕死だと思います。まずこっちやろう。これなんとかやれると思います、基地なんで。逃げながらのヒットアンダーウェイで。危ない危ない危ない。あ、旅取りよった。旅早くなった早くなった。勝ちたい。うわ、ふぅ、到着。消えてなくなりました。まあいいでしょう。こいつ敵に回すとめっちゃ嫌なんです。こうやって当たんないですよね、剣が。まあ。まあ、良かったですね。悪くないです。本当に。アジールを無視して、基地取りに行きます。こいつがどうするかなんですけどね。ここという手もありました、正直ね。それでもいいんですけどね。多分ここ行った場合、こいつに来られて
で、やられるんですけど、その時に全開されちゃう、体力をね、全開されちゃうというリスクがあったんで、あえて避けました。そこそこのものが作れるようになってます。もう一体まぁ、ちょっと今考えているのは、アルファジールを抑えることは正直難しい、勝つのは難しいと思ってます。なので、ちょっと遠回りしながら、来るな。まあ予想通りです。まあこれがあの真ん中の基地にいた場合でも同じことが起こりますんで、なぜこっちの方がマシかというと、これぐらいダメージ与えてますよね。この与えてて回復ちょっとされるんですけど、全開はされないっていうことが大事です。これでそのザク3体で多分なんとかなります。これは無理よ。うわ、強いね。まあ、イメージで100式3体分ぐらいかかる感じですね。必要戦力としては。多分今の感じ、マーク2なら5体ぐらいかかっちゃいますね。光学機体を操るのは本当にシャアはうまいですね。コンピューターは本当にうまいです。光学機体は本当に僕苦手。操れないんですよ。早すぎて。もうやっぱニュータイプしか操れないです。選ばれし者しかね、操作できないです。あんな早い機体は。おし。これでいいです、これでいいです。十分、十分。これでも勝ちですからね、実際はね。この辺の細かいところを押さえつつ、勝てるはずよ。これはもう戦闘技術においては、もう相当な高みにいますんで、こんな、はい。定額のモビルスーツを操らせたらもう僕の右に出る者はいないということで、まあ、正直もうアジール無視していくかな。他の機体落とす方がはるかに効率いいんで。いますけどね、そこにアジール。占領要員をね、こうやって削っておくって大事だと思うんですよ。で、絶対に一ターンはここで足踏みしますからね。足踏みっていうのは要するにこのザクをおそらく倒しに来ますから、まあ、それでいいんです。その一ターン稼いだらそれだけで占領が遅くなりますし、ニューガンダム作ろうと思ってます。で、どこに作ろうかを悩んでます。こっちの方がいいかなとかすらも思ってます。ある程度この上から攻めた方がいいような気がするんで、ここで行きます。で、まだザク作りますよ。とにかくね、モビルスーツの数を置いておきたい。前回それで若干苦しみましたんでね。ああ、じゃあこっち来るか。まあ、まあまあそうでしょうね。OK です。これも死んでもいいです。無駄死にで何の問題もないです。
問題ない。それにしても、あの遠距離攻撃ダメージめっちゃでかいですね。今気づきましたけど。エルメス弱いな。エルメスいけるな。うん、予想通りです。まあ完璧にやられます。全開してますけどね。で、これでアジール全開と。まあまあまあ全然いいです。どうぞどうぞという感じ。結局機動力の差もあって、まあ、なかなか追いつけないんですよね、モビルスーツ同士って。追いかけようとした場合なので、時間稼ぎは比較的多いなんですよ。結局こうやって離れちゃうとこうなっちゃうんでね、その辺の難しさがあります、このゲームは。エルメス倒そうかな。エルメス行こうかな。ああ、どうすか。手追いのザクで、ザク狙いに行きます。まあ、さすがに勝てるとは思わないですけど、ほぼ半分なんで。奇跡が起こるかもしれないという。惜しい。まあ、ただこれ一回やっとくと、もうこいつ来れないんでね、こっちには来れないんで、ある程度自由にできます。倒しましょう。多分アジールにやられるけど、これなら倒せるはず。まあ要するに、今回の戦略はアジールに当てに行くための、ニューガンダムを向こうが戦力的に整うまでに出せるかってことですよね。2体。まあ本当にもうそこだけの勝負。向こうにお金を稼がれる前に、こっちが稼ぎ切れるかっていう勝負だと思ってます。モビルスーツの頭数が欲しい。多分マーク2やられます。撃たれて、そして追撃される感じになると思います。エルメス好きですね、シャアは。当たるか。強っ。ほんま強い。話にならんな。強すぎますね。よし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 、結構いい感じ。僕としては非常に展開はいいです。もう取らせてもいいと思ってるんですよ、下に関しては。本当に取らせてもいいと思ってて、その代わりこっち取るよっていう話で、なるべく一匹でも倒しておきたいんで、ここ行きましょう。正直な
とこ言うと、これめっちゃ強いですけど、めっちゃ強いですけど、なんやろ、あれなんですよ。打撃戦にはそんな強くない、要するにその直バトルにはそんなに強くないです。だからあれも本当にマーク2、2体もしくは3体ぐらいで落とせます、落とせるんで、その辺をうまくやりたいですね。その辺うまくポーンと落とせたら、あいつさえ追い落とせたらだいぶ楽になると思うんですけどね。難しい。これ多分こう来るからね。でこいつこう来てこれこう倒す。ま、こっちに削られる可能性はありますけど。こっちの方がインカムはまだ上ですから、その利点を最大点に生かす。わらき、まあでも来るやろな、まあまあ来るでしょう。こことかで勝てるとめっちゃでかいんですけど、あーさすがに体力がなさすぎるな。さすがに食らってましたね。これは勝ちたい。これは勝ちます。なんとしても。5倍の期待ですけど。これ勝てるか勝てないか結構変わります。おし。ドムより上なら多分厳しい。でもドムなら、ドムならなんとかしてくれる。もう無理や、もう。まあでもいいですわ、ザクなんか相手にしてくれてる時点で助かってますからね、かなり。ただだいぶインカム上がってきましたね。マーク2を量産しとるな。まあこれはだいぶ危険ですよ、そこを取り返さないと。まあどちらにせよ未来はないので、上攻めていきましょう。上をね、アジールを無視して、最強の戦士、我が軍最強の戦士が登場。救急、救急なんですけど、内容はひどいですね。救急っていうのはあれね、戦士の数ね、モビルスーツの数9対9ですけど、内容はひどいもんです。これ作ったろかな、敵と同じ戦略取ったろかな。一瞬考えちゃいますね。
さて、いい勝負ですね。いい勝負というか、まあまだちょっと、まだとちょっとというかだいぶ押されてますけど、9のうちの内容がやはりひどい。マーク2がだって今向こうは3体で、アルファジール2体、これもラッキーな移動ですね。ザクが弱ってたからっていうことなんですけど、もう非常にラッキー。あ、来られてしまった。これはアンラッキー。届かないと思ってました。まあまあ前線したけどな。まあこんなところでする前線に何の意味もなく。さあここでインカムが逆転した。厳しい戦い。これをもうギリギリで食い止めないと。ハマるとやばいんで。よし、よし。近距離戦は弱いんですよね。ああいう感じで詰めると近距離戦は、遠距離タイプはもう弱いんですけど、弱いんですけど、高額機体になるとあの戦略が通用しないんですよ。動きが早すぎて捉えられないようになるんです。そこら辺がすごいよくできてますこのゲーム。モビルスーツの単純な数においては上回ったかな。上回りましたね。単純な数という意味においては。よし、今マーク2作りたかったけどちょっと我慢したんですよ。もう一機ニューガンダムを次のターンで制作します。負けてないっすよこっちも。でね、こうやってね逃げながらヒットアンダーウェイ戦法で。的を絞らせない。そしてここでニューガンダム。からの
でもいいっすわ。1個作って。これで11体。向こうが8体。うん。基本だから、モビルスーツ破壊するときは何かを1個当てて、当ててっていうのは要するに、まあ、例えばザクとかを1体当て馬にして、で、攻めたいんですよ。まあ、だからこの形が作りたいんですけど、僕自身も。まあ、うまくやってきてます、本当に。あの一発当てるだけで、勝率がぐんと上がりますからね。いいです、別に。いいです。問題ないです。占領もされてませんし、次にザクで瞬殺できるはず。ジオング。ジオングって強かったっけ？原作ではどうなんですかね。何よりも優先すべきはこいつと思ってます。なのでこのマーク2を倒しちゃいますか。倒せるときに倒す。同じマーク2ですよ。同じマーク2なんで。よし、ちょびっとしか残ってないけどね。ちょびっとしか残ってないけどね。これでプレッシャーかけましょう。わー、食らってんなー。ちょっと無茶しすぎたかな。これ何をプレッシャーかけたかっていうと、これ壊すには絶対こいつここ撃つしかないんですよね。こいつがいるならこう来ますけど、で 1,2,3,4,5,6 多分来れない、届かない。まあ順調です。占領用意。こんなやつも来てますからね。正直こっちも見とかないとって感じなんですよね。このこいつからするとね。さあ早くあいつ落としたいな。こいつはなんていうやつですか。ジェガン、いいやつなんかな。あんまよくわからないです。方角ではないです。よし、次のターンうまくいけばまたインカム逆転できるかな。こっち打ってきたか。いけるとふんどるんかな。ちょっとよくわかんないっすね。僕は今の意図がわかんないっす。全く理解不能。なぜアコ打ってきたの。誰か届くやつがいるのかな。それだとしたら僕はめちゃくちゃやばいですけどね。強っ。計算してます。この辺は。届かないですよね。やっぱり届かんよな。届かないんですよ。完璧に無駄や。あれは無駄です。あれで、ニューガンダムが倒しきれたのならば、完璧な金星になるんですけど、こいつが倒しきれたのならば、60残っちゃってるじゃないですか。で、これでもう全開です。こいつも24。でも、
これでもうマックス全開。さあ宣言通りにインカムをほぼ取り返した。アジールこっち来れないんで、大胆に大胆に占領するよ。6マスでしょ、届かないですよね。よし、これね危ないですよ本当に。計算してやらないと3ターンで完成するじゃないですか。あれ3ターンで完成するんですけど、その完成時を狙われたら、完成前に占領されたら期待ごと取られます。もう大喧嘩です。最悪の修羅場が展開されますんで気をつけてくださいね。それだけは気をつけてください。本当に大喧嘩になりますので、まあ取られる場所に作るやつが悪いんですよ、それはもちろん。ただ大喧嘩になります。さあやっぱりちょっと1時間では勝負つかないですね。さすがにまだ3万円渡した分の戦士を1人も倒せてませんからね、現状。こいつらをぶっこんできょんな、こいつら、こいつらぶっこんできょるな。まあいいっすけど、この辺で遊んでくれてたら別に全然いいんですけど。最終的にあの辺でうろうろしといてもらえば、まあ僕としては助かる。この上サイドを荒らしまくったろうと思ってるんで。こういった感じで、こいつぶっ潰したろかな。確実にでも2体狙われるけど、そんなこと気にしててもな。まあいいか。奴らの相手はしてられないんで逃亡。ザクと遊んどいてもらいましょう。さあどう来る。逃げる、逃げるか。うわガチガチンコです。剣の戦いに持ち込みたいです。こっちはあれ食らったらやばい、タメ食らったらやばい。かー強い、一瞬いけそうと思ったけど強かったですね。もうちょっと障害物があるところなら勝てたかもしれないですけど、
あー強い。目が覚めた。目が覚めました。まあ、正直乾杯ですね今のは。たったったあったったった乾杯やわ。強かった。ただ我が軍が負けたわけではない。我が軍が負けたわけではないぞ。なんかこう操作が下手くそですよね。僕ニューガンダムの良さを全然使えてないというか、もどかしい戦闘が続いておりますが、この辺のやつ動かしてこなかったですね。相当ビビってますねニューガンダムに。まあそれでいいんですけど、その効果を狙ってたんですけど、まさに。そこのアジール狙いでいきたいけど、おそらくバックしてきます。おそらくはバックしてくるやろうな。こいつをなんとか仕留めることができたらだいぶ違うんですけどね。まあ、なかなか厳しいやろうな。心の贅肉ドムを作成しました。インカムではもう圧倒的に勝ってますから、あんまり焦ってないです。先ほどのニューガンダムを失ったことは痛いですけども、まああれはあれとしてしょうがないです。全開されることだけは避けたいですけど。うおーうおー、今のもうあいつラッキーですよ。当たったからね。当たりましたからね。占領させてあげましょう。あれ当たったっていうのでかいんですよ。なぜならニューガンダムがアジール場所的に落としに行けたと思うんで、これでニューガンダムがおいそれと動けなくなった。いや、いけるやろ。倒します。これでいかんかったらもう、こんなもん、男じゃない。うわ、マジか、あぶー、危ない、超危なかった。超危なかったっす。ドキドキした。いやー、危なかったー。まあでも、無事勝ちました。やっと一体削りました。やっとですよ。もう一体はここね。ただ回復しにくい場所にいますんで、まあ、比較的包囲しやすいかなと思ってます。もう本気で倒しに行きましょう。どんどん行ってもいいけど、どうしようかな。どうしようかな。こいつはこっちでいいか。ちょい悩み。
ちょい悩み中。前線基地取られてますんで、次のターンからはあそこから制作してきやすいけど、向こうも当然占領されたら終わりですから、その辺は考えてると思います。まだ作ってないですね、あそこからは。とりあえず上からガンガン来てますね。おお、来るか。ちょっとずつですけど削ってますけど、まあでもちょっと、ほんとちょっとやもんな。100式ぐらいになるとほんとに動き早いですね。もうドムとかでなんとかなる相手じゃない。ただ戦闘自体はまだなんとかなるレベルでしょ。あのアジールに比べるとなんとかなるレベル、その戦えるレベルなんですけどね。ただそうは言っても勝てる勝てないはまた別の話。出てきよった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 。あのチキン野郎が出てきましたよ。まあ行くよ。うちのザクを舐めてもらったら困るなあ。そしてニューガンダムはこれで全開。この辺りを取らせたくない。包囲網を敷きます。そしてこいつは、こいつが超苦手。ちょっとやられるかもしれません。まあ機体の金額も折り合ってますから別にいいですけど、こいつめっちゃ強いんすよ。ほらー、くそ、そう言っても勝ちたかったな。そうは言っても勝ちたかった。ちょっと暗い、ダメージあるんで基地をこう経由しつつ移動していきますね。でここに生産されないように張り付く。ああミスった、間違えた。前回の動画ではあの上の基地、その基地を取ったら僕の勝ちですって感じで話してて、今実際下取られてます。で条件的には負けなんですけど、まあ内容が全然違います。まあそれはもう見ていただいたら一目瞭然ですよね。その前回の場合はここでもう要するにもう無理ゲーになったということですね。相手が、シャアが。絶対勝てないです。あっこからはもう絶対勝てませんから。まあ僕はそんな、その基地を捨ててでも、身を取る作戦を決行しておりますので。いけるかな？いけるかな？きついかもしれない。いける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 。ナイスザク、ザクが活躍してますね本当に。ジオング怖いな、強いのかな、なんか強そうな気もします。
倒しちゃいましょう。兵力を集めます。いけるかな。さっき負けたトラウマはありますけど、宇宙か、宇宙はやばい。基地ならまだなんか変身できるんやないですか。変身できるやつ大っ嫌い、ほんま。よし、倒した。いい倒し方です。本当はね、動画分けた方が見やすいんだと思うんですけど、僕的になんかダラダラ見たい、ダラダラ見てほしいって思ってて、この形にしてます。すいません、長い動画を。でもちょっといけそうですね。まだまだまだちょっと分かりませんけど、正直だいぶもう僕の方に傾いてきましたよね。これで負けたらかなりの恥っていうレベルまで来てません？完全なる包囲網。どういう気持ちなんやろ、あいつ今。もう囲まれてるよ。ヤンキーに囲まれてる。来ないっすもんね、こいつら。全然来ない。ビビりまくっとる。よし、じゃあ届くんで消えてもらえますか。ついに、ついに光学機体とおさらばですか。あー、マーク2でも余裕やな。やっぱ戦いになるとしんどいんですよね。こうやって近距離で切られちゃうと、いくら光学機体とはいえね、残念。ほぼほぼ勝ちが決まったんじゃないかなと思っております。これは決まったんじゃないかと。あとは一匹ずつ仕留めていくだけでしょう。今の戦艦破壊は相当でかいですよね。与えるインパクトとしては。どうしようかな。ニューガンダムどうしようかな。ちょっと。どうしようかな。全部来られちゃうな。
難しいところですけど、ここでいいっすわ。多分潰されます。多分死にますけど、多分死ぬけど、まあ別にいいや。なぜ死ぬかっていうと、基地守りよると思うんで、多分基地に行けちゃうんですよね、次のターンで。なので来るんじゃないか。あ、来ないか。ビビりすぎとんな、もうアジールパターン。アジールに僕が取った戦略と全く一緒。来ない。ビビりすぎとるな。あ、もうめっちゃビビっとる。お前もビビっとんのか。残念ですね、こういう怖がり方をされるのは。よし、逃がさないよ。さあさあ行ってみましょう。怖そう、これを怖そう。宇宙なんで不利ですけど、百式だってそれなりにやるよ。2体目、いけいけ。もう一発当てろ。よし、よかろう。もう十分です。レクイエムを聞かせてやる。新さんを舐め続けたアジール撃破。よっしゃ、ダメージありか。回復しましょうか。OK かな。もう負けはないかな。ジオング中途半端ですしね、多分、まあ、間違ってもニューガンダムで簡単に負けたりしないと思います。で、今うちニューガンダムが2体いて、で、まあ百式も1体いて、まあ覆らんかなという感じはしてます。こういう頭脳的な戦い方もできるんですよ、ニューガンダム実は。しかもね、実はね、ニューガンダムはね、バリアが張られてるんです。一発目は食らわないんですよ、卑怯な。
しかもドリンクまでいただいて、基地までいただいて、ありがとうございます。さあどうしようかな、ジオングどうなんやろうな、勝てんのかどうかちょっとよくわかんないですけど、そんなビビる必要ももうないですけどね。特別怖がるような存在でもない。これで大体わかるかな。マーク2の全開とジオングでどれぐらいの勝負になるか。いやー、あんま強くないな、やっぱり。だいぶ火ダメでわかるんですけど、だいぶ強くないというか、全然強くないな。100式ぐらいのスピードが一番まあやりやすいかな。この辺なんとか処理しろよ。この辺なんとか処理しろ。さあ取り返しましたし、こいつが前回、こいつが手を置いと。まああんま関係ないですけど。おーおーおー、強い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 。よく頑張った。よく頑張りました。さあ
全開同士の全開バトル。タメトン。剣が当たる場所だと大丈夫ですけど、これやばいやばい。剣が当たらんとこうなるんですよね。せっこ、この連打がせこいわ。卑怯なゴミ機体め。本当に卑怯。もうコンピューター補正です、これは。本当に卑怯な補正です。ただ連打しとるだけやな。近づけないですからね、あれやられると。さあ残りは3体。もうじゃあ3体全部倒したら一応攻略完了ということにさせてもらいます。あー、3万円でもまあ、大丈夫でしたね。苦しかったですけど、まあ僕自身がやっぱりちょっと上手くなってますね。戦略的に、早めにニューガンダムに頼らず、ちょっと遊ばせたところがでかかったかもしれないです。ニューガンダム遊ばせたというか、ニューガンダムを使わずに安めの機体で勝負したのが良かった。あ、やば。体力全然ない。さすがに舐めすぎた。ここまでないと気づいてませんでした。長い動画になってしまったな。はい、終わった。実はね、今ちょっとね、あいつにチャンス与えたんですよね。でも生かそうとしなかったですね、やつは。どういうことかというと、臆せずにニューガンダムに突っ込んできとったら、多分ニューガンダム倒せたんですよ。まあ僕操作が苦手なんで。で、ニューガンダムを倒せば、体力全開になりますから、場所がいいんで。なので、その他の、百式もマーク2も倒せるはずなんですけどね。ただそれをやらなくて逃げの行動を選んだので、こいつは。強いのは強いですよ。操作は非常に上手です。じゃあもう負けんでしょ。ここから負けたら恥ずかしい、さすがに。
考えることもないんじゃないかな。もう考えることもないんじゃないかな。ね。考えることをやめましたね。OK! もういいでしょう。ということで、3万円のハンデを与えましたが、やはり勝ちました。シャアが弱いのか何なのか分かりませんけども、もう負ける気がしないかな。はい、長い動画でしたが見ていただいてありがとうございました。もう全部はやりません。もうあとは消化試合になりますので、はい、ちょっとこの辺で3部作にしようと思って、1万2万3万思ってます。4万はまたそのうちやるかな。はい、ではありがとうございました。長々と見ていただいて、他の動画も見てください。よろしくお願いします。ではバイバーイ。